2020年東京オリンピック・パラリンピックの期間中首都高速の渋滞を減らすため国などが料金を1000円上乗せする案を軸に検討していることが分かりました東京大会では高速道路の渋滞対策が課題となっていて首都高速では通常のおよそ2倍の渋滞が起きると予測されています 国や東京都などは大会期間中の渋滞を減らすため首都高速の料金の上乗せを検討していますが関係者によりますと500円から3000円の複数案の中で1000円上乗せする案を軸にしていることが分かりましたすでに1000円上乗せでのシミュレーションを行い利用台数が1割以上減るという結果が出ているということです 一般車両が対象で中型や大型のトラックは除く想定です。